はいどうも、タケプラスのタケルです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。皆さん、インスタのストーリー使ってますか？結構使ってる方多いと思うんですけども、今回はまだあまり知られていないインスタストーリーの裏技を5つ紹介していこうと思います。これを使いこなせたらあなたはもう上級者です。インスタをよく使ってる方見ていってください。それではやっていきましょう。まず一つ目、手書きメンション見ていきましょう。まずじゃあストーリーを作りましょう。まずストーリーで何か画像を1枚選んでください。ではここにまず手書きでメンション、ID を書きましょう。右上の点々点をタップして、落書きですね。そしてまあ黒を選んで、メンションを書きましょう。こんな感じで書きました。じゃあこれをメンション化するにはどうするのかっていうことなんですけども、この状態で一回右上の完了を押します。そして次にテキストを入力しましょう。そしてここにメンションで手書きで書いた ID を入力します。こんな感じで入力しました。そして今背景がついている場合は、この右上のキラキラしている A のマークをタップすれば背景の有無が選べます。ここで背景なしにしてください。これで完了。そして今出てきた文字を手書き文字のところに重ねてあげます。わかりやすいように色をつけておきます。こんな感じで重ねました。ではこの文字をタップして、次にこのスポイトマークをタップします。するとスポイトが出てきました。これでスポイトの先を画面外に持って行ってあげます。はい、ここら辺。すると消えましたね。あれ、文字どこに行ったんでしょう。これで完了タップ、これだけで OK なんですよ。これで手書き文字のところがメンション化できました。では一旦投稿します。そして投稿したやつを見てみましょう。これで手書き文字をタップすれば、ほら、こんな感じでメンションができちゃうんですよ。すごくないですか？周りとは一味違ったメンションをすることができます。やってみてください。次、フィードとかリールとか、こういった投稿をシェアしたい時あるじゃないですか。そんな時にこの飛行機マークをタップしてシェアすると思うんですけども、シェアする画面の背景が寂しいんですよ。何か背景になる画像を持ってきても、投稿の下に画像を持っていくことができないんですよ。そんな時にこの背景を画像にできる方法を見ていきましょう。まずこの投稿画面にしておいて、写真アプリを開きます。背景にしたい画像を選んで全画面にします。そしてスクショを撮りましょう。よいしょ。今撮ったスクショを選びます。で、右下の共有マークから写真をコピーをタップします。これで OK。インスタに戻って、テキストマークをタップ。そしてもう一度画面をタップして、ペーストをタップします。すると画像が出てきました。この画像を拡大して、全画面にして。で、この状態で画面の真ん中を長押しします。ほら、こんな感じで投稿が出てきました。こんな感じで投稿のシェアのストーリーでも背景を画像にすることができるんですよ。これの注意点。今みたいにこのスクショをコピーしないとできないっていうのが一つ注意点です。次、消しゴム機能。これもなかなかおしゃれにすることができます。これを使えばこんな感じになっちゃいます。めっちゃいい感じでしょ。では、右上の点々点から落書き。そしてこの状態で、この真ん中のマーカーマークをタップして、そして黒を選びます。で、画面を長押しすれば、こんな感じで半透明フィルターがかかりました。この状態で、右上の消しゴムマークをタップして、サイズを調整。そして画面上をなぞれば、ほら、こんな感じで写真がくり抜かれました。消しゴムを使うことでこんな感じの表現もできてしまいます。めっちゃおしゃれですよね。こういった一部分だけを見せちゃうっていう、こういう表現の方法をぜひ使ってみてください。次、隠しフォント見ていきましょう。こんな感じで、普通は出てこないフォントを使うことができるんですよ。このまま行きましょう。何か文字を入力します。インスタのストーリーの書体ですが、こんな感じでいくつか用意されてるんですけども、実はこの中にないものを使うことができるんです。まず書体、フォントを右から4つ目にします。そしてこの状態で入力する文字、パピルスと入力します。こんな感じ。PAPYRUS。ほら、フォントが変わりました。これが隠しフォントです。で、一度入力すれば消してしまっても、この書体のまま続けることができます。こんな感じです。ちなみにこれ日本語には対応してないんで注意してください。そして5つ目、レインボー文字です。基本インスタは単色しか選べないんですけども、これをなんと虹色にする方法があるんです。このテキスト編集画面から、まず上のテキストをタップして、すべて選択をします。左手と右手を酷使するんですけども、左手でこの一番頭の文字の隣にある青い線、これを触ります。そして右指でこのパレットをなぞるんですよ。パレットを長押しすると、こんなのが出てきます。これでパレットをこうこっちに動かしてあげる。こっちからこっちに動かすっていう動作をします。逆に左手はこの、これですね。これを一番左からこう右にシュッと持っていくっていうことをします。やっていきましょう。
はい、こんな感じ。ほら、こんな感じ。レインボー文字ができました。これ普通にテキストから色を選ぶのではできないので、綺麗な虹色文字ができました。ちなみにこれテキストを消してしまうと元に戻ってしまいます。こんな感じで5つ見てきました。いかがでしたでしょうか。今紹介した5つを使うことで、周りとは全然違った投稿ができるんで、ぜひ活用してみてください。最後のレインボー文字がなかなか難しいんですけども、皆さん試してみてください。一番気になる機能があればコメント欄で教えてください。今後もこういった iPhone の便利技や裏技などを紹介していきますんで、気になる方はチャンネル登録と高評価お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。